はい、どうも、こんにちは。今回は超初心者講座ということで、昨日の動画で、才能のない雑魚は仕送りやめろと、言ってたんだけど、一応ね、教えますわ。自分が上手くなった、自分が常に気をつけてること、自分が初心者の頃にね、いろんな人の動画を見て学んだことを教えていこうと思います。はい。とりあえずね、初心者の人もそうだけど、上手くなった人も、ね、中級者以上の人も、これ見て、最近こういうとこ気をつけてなかったなとか、思い出していただけたらと思います。はい。行動が取る前に、僕は YouTube で、適当にね、無名でも有名でもいいから、弱い実況者、弱い動画投稿者のプレイを見て、こういう動きしてるんだっていうのをね、学んできたんで、自分が初心者の頃ってなかなか思い出せないから、そういえば俺もこんな感じになったなっていうのを、あんまりプレイがよろしくない、投稿者の動画見て思い出してきたんで、それでね、改善すべき点をこの動画で、上げていこうと思います。はい。まず一つ目、意味のないエイムはやめよう。これはね、いろんな人の動画見たけど多かったね、意味のないエイム。例えばですね、とりあえず迷ったらエイムしとこうっていう考えがあるのかな。意味のわからないところにエイムする。そうな、例えば、こういうとことか、本当に壁とかにエイムしてる人いるから、壁とかにエイムしてる人ね、結構いるんだよね、見たけど。多分心当たりある人いるんじゃないかな。なんだろう、慎重な雑魚。その言い方悪いけど、慎重なその弱い人に多いのかな。曲がるたびにエイムするっていう。ね。曲がるたびにエイムする。こういう。俺は今ちょっとエイム合っちゃってるけど、エイムがよろしくない人は、ほんとぶっ飛んでるから、こんななってるから、あそこ、こういうとこになっちゃってるから、感度が追いつかなくて。違うんだよね。エイムすればいいってもんじゃないんだよね。ただただ、意味のわからないところでエイムしたってさ、自分のエイムがよろしくないんだから、ね。こういうとこならわかるよ。こういうとこ。こういうとこね、もう完全に打ち勝てるような、敵がここから来るって分かってるとこでエイムしてるのはいいけど、壁に向かってエイムしてる人いるから、一瞬だけど、本当にずっとこんなことやってる人はいないけど、一瞬だけど、こう曲がった時にこんなことやったりさ、こんなとこエイムしたりさ、してる人いるから、それはやめた方がいいと思います。俺も初心者の頃ね、ちょっとやってた記憶があるわ、これは。とりあえず迷ったらエイムしとこう。エイムしとけばなんとかなるっていう。これはね、ちょっと直した方がいいね。この意味わかんないとこ、エイムしてる間に、こういうとこから来て、撃たれて殺されるとか、あるんで。いちいちエイムしないってこと。いちいちエイムしなくていい。ね。あと、腰打ちとエイムの切り替えをね、しっかりやると。こういう近距離でね、鉢合わせてもね、エイムする人いるんでね、腰の方がいいと思う。それはね、普通に考えて。エイムしてもさ、追いつかなくてさ、そのまま敵がこう行って 撃たれる可能、あ、撃たれる時とかあるからさ、別に、あ、こ、腰打ちの方が、当たり前だけど、腰打ちの方がね、感度早いんだよ。ね。で、あまり上手くない人って、低感度が多いと思うから、慣れてないから。だからね、ただでさえ低感度に、こんなことやって、近距離でね、敵と鉢合わせてエイムしてるのは、よろしくない。腰打ちしましょう。腰打ち。腰打ちエイム合わないって人は練習しましょう。それは。ボット打ちで。ボットの1000体とか打って、そんぐらい打って。そうしてください。はい、次。敵は1人じゃない。敵は1人じゃないです。例えばね、こういうとこ。俺もたまにやるんだけど、こういうとこで待ってて、ね。で、敵1人行った。特に1人来たと。ね。1人来たと。あ、で、おお、来たっつって。これ、よくないな。え、敵来たなら撃っていいじゃんと思うかもしれないけど、違う。敵は1人じゃない。絶対いる、他にも。絶対何人かいるから、1人泳がせといて、で、こいつ、大体2、3分経ったらかな。行って、こっち見て、やる。1人じゃない、敵は。ね。常に2人目を意識する。ね。2人目、3人目。絶対いるんで。1人いて、1キル、1人いてやっても、その後また殺されるから、1キル1です繰り返しているようじゃ、ダメですね。
その1キル1ですらできない人も、まあ、いるんだけど、ね。はい、次。自分も一人じゃない。自分も一人じゃない。敵も一人じゃないけど、自分も一人じゃないんだよ。そうだな。無理と分かったら引きましょうね。うん。こうやって、あや、来たと思ったらもう、もう一人でこう、打ち合わないで。もう俺一人で打ち合うけど、ね。初心者の頃は勝てないじゃん。だから、味方とかにカバー求める。うん。で、カバーしてくれない味方が、まあ、いるけど、それは祈りだね。運ゲーなんで、これは、多少は。それは祈ってください。うん。まあ、自分は一人じゃないから。味方がいるから。まあ、最近は、そうだな。まあ、昨日動画でも言ったけど、まあ、味方が一人じゃ、俺は一人じゃないと思ってやっていても、まあ、いつの間にか、スコアボード見たら、あれ俺いつの間にか一人でやってるわ。って、なってる時があるんで、本当に辛いわ。うん。なんだろう。試合に勝とうと、必死に頑張ってたのに、見たら、あれいつの間にか俺一人っていう味方が抜けて、これほど悲しいことはないね。ええ、まあ、ちょっと話ずれたけど、はい。次。マップを見よう。マップを見よう。正直、ここまで見て、つまんねえなって思った人、いるかもしんないけど、ごめん、これ超初心者講座。ええ。昨日の動画結構低評価多かったから、やっぱり初心者が多かったのかな、あれは。うん。まあ、俺、何も考えずに、まあ、綺麗事言わずにね、自分が思ったが本心をベラベラ言ってくタイプなんで、まあ、それでね、まだ初心者、ヌーブの人たちが、これで気分、悪くしちゃって、まあ、低評価をしちゃったのかな。うん。その人たちのために、まあ、一応教えておこうということで、一応講座を教えていこうという動画なんで、まあ、中級者とか上級者の人がね、この動画見ても、いや、当たり前すぎて何言ってんだっていうレベルだと思う。うん。それは、ね、我慢して聞いてください。はい。あ、そう、マップを見よう。マップを見ようなんだけど、本当に画面の左上だけ壊れてんのかっていうレベルでマップ見ない人がいる。うん。本当に画面、あれ画面の左上だけ壊れてるっていうレベルで。あのね、真後ろで赤点出してんのに、全然気づかない人とかいるわけよ。カウンター UAV 出てもいないのに。まあ、このゲームカウンター UAV すらないんだけど。ね。まあ、赤点だけじゃないよ。マップは赤点だけではない。まあ、赤点も大事って大事だけど、赤点より大事なのは味方の位置。僕はまあ、2秒に1回とか。そんぐらいのレベルでマップを見てる。正直、マップしか見ないで走ってる時もある。マップだけ見て、こう、もう敵がいないと、完全にいないって分かったら、味方がね、こことか、そことか制圧してて、あ、味方が、もう敵が絶対にいないだろうっていう、時は、これ左上だけ今、俺左上だけ見て走ってる。左上だけ見てもね、走れるんで、マップ。わかるでしょ、大体。敵がいないのにさ、画面見る必要ないから、左上だけ見て、どこで赤点が、どこで赤点が出てるとか、まあ、味方が死んだら、この青の矢印が消えるから、どこで今味方が死んだかとかを、そこで味方が死んだら、そこに敵がいるんだなってことで、たとえ赤点が映んなくてもサプレッサーで敵が。そういうことを考えてやってます。まあ、超単純な話。まあ、当たり前の、めちゃくちゃ当たり前なこと言うけど、敵が、味方がいる場所は敵がいない。味方がここ通ってたとしよう。そうなると、ここら辺にはいないわけよ。敵は。あ、自分らがエイリスの時ね。うん。いないわけ、絶対。さっきも言ったけど、いちいちエイムする人、曲がり角で、こんなことやったり、こんなことやったり。でも、味方がいるんだから、いるわけないじゃん。敵が。だから、こういう時も、ただ、マップだけ見て走ってればいい。速さが重要だから。こんないちいちね、もう、遅い。あ、そう。弱い人はね、遅い。動きが。呪い。トロトロ、トロトロ。こんなこといちいちやったりして、ドミネだと、まあ、旗とか守らなきゃとか、取らなきゃとかあるから、チーデスならまだいいけどさ、このいちいちさ、こんなことやっても、で、走ってって、この必死にクエアリング走ってって、で、結局死んで、また戻って、ね。また結局死んで、また最初からリスさせられて、またこんな意味わかんないとこエイムしながら行く。時間の無駄。うん。それじゃあ勝てない。キルもできないし、勝ちもできない。旗も取れない。はい。そういうこと。初心者はとりあえず味方についていけって、
言われるかもしれないけど、そのついてったってさ、ついてっただけでうまくならないじゃん。ちゃんと自分で考えて行動しないとうまくなりませんよ、それ。はい。はい、次。意味のない芋はやめよう。はい。意味のない芋。まあよくいるよね。ね。意味のない武器。まあ SR とか使って、意味のない位置で芋ってるやつ。うん。こんなとこで。例えばこんなとこ。ね。こういうとこいいじゃん、別に。敵 A 来る敵守ってんだから。うん、違う。そうじゃない。C、B 取られてるのに、いるやついるんだよ。A で。A にクレスやってんだからいいじゃんとか言ってないんだよね。うん。C、B 取られてんだから B 取り行かないと。B 取り行って B を守るの。うん。初期旗守っても意味ないから。C と B 取られてんのに。2点取りされてんのに。意味ない。全く。たまにいるんだよね。もう伏せて LNG とかね、スナイパーで待ってるやつ。マジで意味のない芋、それは。はい。次。ルールを守りましょう。勝つためには、鳩を取らなきゃいけないわけですよ。だから、鳩に取ってください。まあ、俺はそんな鳩にガンガン絡むタイプじゃないんだけど、おめえも鳩絡んでねえじゃんって言われるかもしれないけど、俺は逆にね、前押しをするという、キルをするという、キルをして味方に鳩を取らせる。ね。これは誰でもできる行為じゃない。これ上手くないとできない。うん。でも、旗にこう乗るだけ。乗るだけなら誰でもできるじゃん。ね。乗り方わかる？みんな。走って、ここ、B のある位置。で、こういうダッシュ中ってこういうゲージが出たら今乗ってるってことだから、自分が。ね。うん。これが旗を取るっていう行為。わかるかな？ね。これが旗を取るっていう行為ね。うん。旗に乗りながら、隠れたり敵をキルして旗を取る。できるでしょ？誰でも。キルログも大事なんでね。左下にね、バーって流れてると思うんだけど、まあ、青の文字が味方。ね。赤の文字が敵。で、白い文字が自分だから。わかる？で、ここでね、まあ、みんな待ってたりするとしよう。ね、で、味方がね、こう、左下のログに、味方がまあ、3人とか4人殺したとか出たら、うん。出たら、行こう。ビン。3人とか4人殺したら大体いけるから。キルログ見て判断しよう。状況を。うん。左下も大事。左上と左下ね。ね。とにかく、左上、左下だけ見とけ。左上と左下が重要ってことなんで、はい、そういうことです。キルログもね、ただあるだけじゃないから。ただフィーダーのためにあるとかじゃないから。ちゃんとね、これ見てね、判断できるんで。状況を。で、例えばね、味方が、自分がこう言ってて、左下のログに、うん。もう味方がもう5人死んだとか、4人死んだとか、出たら、あ、もう引こう。勝てないでしょ、どうせ。一人で行っても。まあ、上手い人は一人で捌けるけど、初心者は勝てないから、うん。一旦もさ、敵のスコアストリックを養分とかになるだけだから、もう例えばまあ、あそこにね、まあ、グレーこう言って殴るだけ投げて、引くとか。で、旗を取れない要因としては、一人ずつ行くんだよね、弱い人って。うん。一人ずつ行って、行こう、一回死んだら、またリス戻って、大勢で行った方が取れるから、大勢で。うん。ここで待ってて、先にリスしてても、待ってて、敵が来たと思ったら、よし、一緒に行こう。っていう、チームプレイ。してください。お願いします。してください。チームプレイしてください。このゲームは一人じゃ勝てないんで。そういうこと。ドミノにおいての立ち回りとかはこんなもんかな。エイムに関しては、これもひたすら練習するだけ。ね。まあ、打ち合いの仕方とかも他いろいろあるけど、それまだ、まあ初心者はまず立ち回り、打ち合いの仕方以前に。エイムと立ち回りね。はい。そういうこと。あと腰打ちとエイムの、切り替え。あとキルログ。状況判断。わかった。わかりました。はい。で、まあ、超、初歩的なことを教えたけど、まあ、これでね、これ意識して、この動画見て、ウィッシャーやって、うわ、うまくなんねえじゃんって、それ違うからね。うん、これ動画見た後すぐ一試合やって、もう、それはうまくならないから。まあ、これを意識しながら何試合かやって、うまくなっていってください。はい。とりあえず、とつってください。もう、今はね、意味ないんで。うん。はい。ということでね、今回はこれで終わりたいと思います。まあ、頑張
頑張ってください。はい、期待してるんで。はい、じゃあこれで終わります。お疲れ様でした。